4月から8月までの出来事の中でですね、個人的に衝撃を受けたトップ10を順に発表していこうかなと思いますね。はい、まず早速第10位。8.28神戸大会のエータ石田氷がトライアングル系と挑戦となっておりますね。まあね、エータがついに動きましたね。まあ久しぶりのタイトル戦となっていますし、さらにね、そのベルトまでも強奪するという暴走っぷりを ええたはね、見しております。まあでもそんなデーたなんですが、今ね、ものすごい追放されるんじゃないかっていうことをね、すごい言われていますね。まあこのトライアングルゲート戦は一体どうなるのかっていうね、かなり注目になってくるのかなと思いますね。はい、そして続いてが第9位。8.9大阪大会の SBK が王座剥奪。まあこの王座剥奪にもすごい驚いたんですけど、前日 にですね、ブレイブゲート SBK ダッシュしたばっかりなんですよね。それでまさかの次の日に奥田との対戦で、まあ、ほぼ試合になっていない喧嘩マッチみたいなのが起きて、そこでもうね、王座剥奪となってしまいましたね。はい、そして続いてが第8位ですね。第8位は8.1 1後楽園ホール大会の海弁慶持月がドリームゲートに挑戦と。 なっておりますね。まあ、これ、ドリームゲート挑戦というのはですね、まあ、三人が挑戦表明をして、ドリームゲート挑戦者、えー、決定3 w a ウェマッチというものを行うというふうになっていますね。まあ、回は本当にね、しつこいですね。いつまでね、ヤマトにね、粘着するんだっていうぐらい。もうずーっと粘着し続けていますね、会はね。まあ、でもね、個人的には回もね、ドリームゲートに挑戦してみてほしいっていうの、ね。の ちょっとあるので、まあ、カイとヤマトのドリームゲート戦。これちょっと見たいっちゃ見たいですね。はい。続いてが第7位。8.1神戸ワールド大会の進む清水組がツインゲート防衛に成功ということで、これはですね、えー、王者進む清水組が、キッド弁慶組を下した。そんな一戦になっておりますね。まあでもこの王者組、進む清水なんですけど、その1日前、前日にですね、えー、前王者の RED 組からダッシュ。 に成功していて、で、その次の日に、まあ、さらにね、難敵のキット弁慶下したということですね。まあ、でもやっぱり進むキットっていう、この組み合わせはもう何回見ても飽きない、本当に鉄板のね、試合になっていますね。続いてが第6位ですね。第6位は7.31神戸ワールド大会の春がドリームゲートを5度目の防衛に成功と。いうことでね、これ挑戦者 KG で、その KG の維持をね、 潰す。どうしない攻撃ね。やっぱ一番驚いたのはね、段階式のシュンがね、モンキーフリップをね、KG にぶつけたところがすげえ、これは衝撃を受けましたね。で、まあ、またまたね、KG はドリームゲートダッシュならずということでね、本当に KG がね、ドリームゲート取る日は来るのかっていうのはね、ありますね。そしてですね、第5位の前にランキングに入っていない 出来事を軽くね、おさらいしていこうかなと思いますね。飯橋兄弟が、なんと、デビュー決定となりましたね。しかも、大田区大会でのデビューっていうことで、もうなかなかほんとサラブレッドなんで、ものすごい大型ルーキーがまた、デビューしてくるんやなっていう、これはかなり楽しみな二人となっていますね。で、その他でも、<し>マシン J が復帰。 で、さらにそのマシン軍団がですね、新兵器投入ということで、こちらも対戦カードが決まっております。まあ、この対戦カードなので、一体これ、新兵器は誰が来るのか、すごい楽しみやなと。で、さらに、え、吉野が自身のね、もう必殺技ですよ。20年間ずっと使い続けてきた、ソルナ支援って、こちらを身の裏に継承、っていうこともありましたね。吉野の技を継承した選手がね、続々と技を繰り出して、 言っていますね。そしてその他でもまあ斉藤亮がなんと GM に就任ということで、これもなかなか驚きのね、出来事だったのかなと思いますね。続いてが、えー、第5位、8.1神戸ワールド大会、影虎ブレイブゲートダッシュ。堀口が前日にブレイブゲート裏からダッシュしたんですよ。それがまさかの1日展開で影虎が終わらせるというね。 しかもその終わらした技か、これまた新技っていう。一体どんだけ引き出しがあるんだっていうぐらいね、恐ろしい戦士やなと、これも改めてね、思いましたね。で、続いてが第4位。7.9後楽園ホール大会。ヤマト大会のノーロープランバージャックマッチということで。まあ、これはもう本当に約1年、この構想に終止符を打つ一戦となっていましたね。最後はヤマトが勝利で、このね、一戦には幕を閉じましたね。そして続いてが第3位。 マスカレードの王者組がアーガンイーソーから防衛に成功ということでやっぱこのアーガンイーソーそしてマスカレードっていうねもう時代を超えた戦いというか、まあ、アーガンイーソーは過去にねドラゴンゲット大暴れしていたユニットそしてマスカレードはもう新しい選手のみで形成されたユニットですからその新旧のね戦いすごい豪華な一戦になったんじゃないかなとも思いますね続いてが第2位 8.1神戸ワールド大会のヤマトドリームゲート。乙女の大会。で、このヤマトなんですけど、前日にですね、放送席で、まあいろいろと多分思い出したんでしょうね。涙を流すっていう、そんな場面がありまして、で、その次の日、いよいよドリームゲート戦。でね、この新世代対現世代の一戦ともなっていまして、最後はまあ現世代の意地を見せたヤマトがね、ドリームゲートダッシュと。 なりましたね。これからのね、防衛ロードっていうのがすごい楽しみやなと思いますね。続いてが第1位。8.1神戸ワールド大会の吉野正人引退試合となっております。やっぱりこれはね、間違いなくこれでしょっていう感じですよね。やっぱ吉野正人のね、最後の入場から始まり、最後の土芳連携、そして吉野の意地のね、 コロナ支援手だったり、意地を見せたね、吉野正人。で、最後は RED の猛攻で試合決着。で、試合終わりに吉野と RED がこう握手をするっていうね、もうそこまでがね、すべてが感動する試合やったのかなと、思いますね。しかもなんならエータはね、まあ2020年の頭ぐらいからずっとね、俺が吉野をとどめさすっていうことをずっと言ってて、まあ、結果的にね、その念願が、 叶って、その上で試合が終わったら握手をするっていうね、感動的な、まあ最後になったんじゃないかなと思いますね。はい、なのでね、まあ7月から8月、もう本当にいろんなことが起きすぎて、もう盛りだくさんだったんですけど、いよいよね、9月からはね、大田区もありますから、ね、一体どうなるのか。 かなり楽しみだなと思いますね。はい。ということで、まあ今回コメントあれば、チャンネル登録をよろしくお願いします。リクエストコメントとか、他にもこちらの1月から8月まででね、関するコメントがないらよろしくお願いします。ということで、